エドワード・ケリーエドワード・ケリーは、水晶級投資者として、ジョン・ D の魔術的な研究に協力した人物であり、ある時期まで D のでしないし使用人であった。D はケリーが水晶級の中に、精霊内視天使のビジョンを見ることができると信じていたが、D 自身は、精霊の姿を直接見ることはできなかった。ケリーは、金属編成の秘密を握っていると公言するようになり、ボヘミアで、 錬金術師として貴族たちに取り入ったが、パトロンとなったルドルフ二世によって投獄され、おそらく獄中に死したと言われる。ケリーは死後すぐに伝説にまみれた人物となった。その派手な生涯のゆえにケリーは錬金術師イコールペテン師という民間伝承的イメージの源泉となり、英語圏の歴史家の間でもケリーは D をたぶらかした詐欺師であったという根強い説がある。また、 D は、水晶球に現れる霊が神の使いであると確信し、天使との交信に熱中していたが、ケリー自身は、初期の頃からそれは悪霊ではないかと疑っており、高霊実験に対する両者の温度差は大きかった。ケリーが高霊をやめたいとたびたび言い出したのは、金鶴の D に見放されないための脅しだとの解釈があるが、むしろ D が、一方的にケリーに依存していたという見方も否めず、 単純にケリーが詐欺師であるとは決めつけられないという指摘もある。D が書いたホロスコープによると、エドワード・ケリーは1555年8月11日にウスターで誕生した。ケリーの人生の初期のことはよくわからないが、大半の資料は彼が最初クスリーヤの見習いとして働いていたことを示している。彼はおそらくタルボットの名で、 大学で学んだかどうかはともかくオックスフォードで学んだ。ケリーは教育を受けており、ラテン語とおそらくはギリシア語もいくらかは知っていたらしい。いくつかの資料によればケリーはランカスターにおいて貨幣偽造の角でさらし台に繋がれたという。ケリーは1582年ジョン D と知り合ったが、当初エドワード・タルボットと名乗っていた。D はすでに スクライアーすなわち水上級干渉者の協力によって、天使と接触しようと試みていたが、うまくいかなかった。ケリーは、それができると公言しており、最初の試みで D にそう思わせた。ケリーは D の正式の投資者になった。D とケリーは大変な時間と労力を恒例に費やした。1582年から1589年まで、ケリーの人生は、 D と密接に結びついていた。D のために働き始めてから約一年後、ケリーはダンスタンの書なる錬金術書と大量の赤い粉末を持って現れた。ケリーはそれを彼とジョン・ブローク・リーボーが霊的生物によって導かれノースウィックの丘で手に入れたと主張している。この粉末の秘密は書物に秘匿されていたと推測されるが、これによって 非金属を金に編成させることができる赤い、賃金を調合できるとケリーは信じていた。伝えられるところではケリーは、何年にもわたる D とのボヘミア滞在期間を含む、長い年月の間に、数回だけその金属編成の力を示したという。1583年、D は、錬金術に興味を持つポーランド貴族、オルブラヒトワスキの地遇を得た。 D はケリー及び彼らの家族と共に、上隙について大陸に渡った。D は、プラハの神聖ローマ皇帝ルドルフ2世及び、クラックフのポーランド王、ステファンの保護を受けることを考えていた。D は、この二人の君主に自分を印象づけることに失敗したようである。D とケリーは、中央ヨーロッパをめぐる、ドゥローの生活を送った。彼らは高齢を継続していたが、ケリーは、 投資よりも、錬金術の方に興味を持っていた。1586年、ケリーとディーは、富裕な、ボヘミアの伯爵、ウィレム・ロージェンベルクの保護を受けた。彼らは、都市ボニュの町に住み研究を続けた。1587年、ケリーは天使たちが彼らの持つものすべてを共有するよう、命じたとディーに明かした。配偶者を含めてである。D はこの天使の命令に苦悩した挙句。 妻の共有を実行しようとした。一方、ケリーは自分の見た天使たちは悪霊だと考え、託戦に従うことを拒否しようとした。この刑事は実りない恒例を終えて、ローゼンベルクの援助を受けていた錬金術の研究に集中できるようにするためのケリーの方策であった、と、かねてより推測されてきた。ケリーは、この援助によって裕福になっていたのである。 結局これは以前より高齢実験をやめたいと言っていたケリーの関わった最後の更新となり、すでに錬金術師として市以上の評価を得ていたケリーの D との関係は破局を迎えることとなった。1588年以降 D は二度とケリーに会うことはなく、翌年イングランドに帰国した。その後 D はバーソロミューヒックマンという霊視者を雇って高齢実験を続けた。 1590年頃、ケリーは裕福な生活を送っていた。彼はいくつかの邸宅を提供され、ロージェンベルクから大金を受け取っていた。彼は影響力を持った多くの人々に黄金を作ることができると確信させた。ルドルフはケリーを王国男爵に任じたが、徐々に結果を待つことに我慢できなくなっていった。ルドルフは1591年5月にケリーを捕らえさせ、 プラハ郊外のクシボクラーと城に収監した。ルドルフは、ケリーの金を大量に作り出す能力については、明らかに一度も疑ったことはなく、逮捕によって彼を協力するように説得できるよう望んでいた。ルドルフはまたケリーがイングランドに帰国することも恐れていたのである。1594年頃、ケリーは金の生産と協力に同意し、釈放されて、 以前の地位を回復された。しかし彼は金の生産に再び失敗し、またも逮捕されて、今回はモストの HNVN 上に収監された。ケリーは1597年末か1598年初頭に死亡した。ある伝承によると彼は逃亡を試みている間に死んだとされている。 この話では十分な長さのないロープで塔から降りようとして墜落して足を降りその傷が元で死亡したと言われる。ケリーの天使たちは特別な天使語または絵の具語なる言語で通信することがあった。リーとケリーはこの言語を天使から与えられたものだと主張していた。現代の暗号解読者の中にはこの言語はケリーが作ったものだと主張する者も,もいる。例としては ドナルド・レイコックの著作が挙げられる。D が詐欺の被害者だったのか、それとも共犯だったのかについてはよくわからない。この宣令及び、ボイニッチ思考とジョン・ D とのロジャー・ベーコンを通じた怪しい関係によって、ケリーはこの思考を、ルドルフ2世を騙すために捏造したのではないかと疑われている。天使語は、ケリーが水晶玉の中に見たと主張していた。 天使たちによって口実されたと考えられている。天使たちはクロスワードパズルのようだが、マス目は字で満たされた複雑な表の中に文字を打ち出したと言われる。各々の,の天使語の最初の3分の1は逆向きに続く3分の2は前方に向かって打ち出された。最初の部分と続く部分の間の誤報に重要な誤りや食い違いはない。英訳は打ち出されたわけではないが、 ケリーによると、天使の口から出てきた小さな体状の紙に現れたという。ケリーがこの言語を絶造したという説の理由は、天使語が英語のただの畜語訳であるという点である。このことはすべての場合に当てはまるわけではないが、その他に見るものが苛立たせられるような出典となる言語的証拠がある。例えば、テラクボビムという天使語の単語は、落ちたものと、 注釈されているがこれは実のところドイツ語のような二つの天使語の複合語である。これはテレックとボビンの複合形であってすなわちテラクボビムは文字通りに分けすると死の流を意味しどちらも明らかにルシファーに関係している。しかしケリーもディーもこのことを発見または研究したことはなかったようである。ケリーによる 鉄造説に対する主張の反論には、天使語の英訳が、ケリー自身の著作の英語とは大きく異なる文体で書かれているというものがある。この文章の非常な質の高さは、ケリーの著述家としての平凡な能力を超えている。このことから、ケリーが様々な原点から素材を表説した、可能性が起こってくる。しかしながら似たような原点が浮上したことはない。 D は三つの理由から口述された、天使語による資料を重視した。第一に D は、天使語が C の異言の文字化されたものだと考えていたからであり、またそれゆえ D はケリーが自分の想像で喋っているのではなく、本当に天使と対話しているのだと信じていた。第二に、天使たちは、天使語が実際には、ヘブライ語の原型であって、神とアダムが対話した。 つまり最初の言語であったと主張していた点である。第三に、天使語の資料は、D が信じるところでは多くの秘密、特に賢者の意思に関する鍵を握る強力な、天使たちを呼び出す一連の呪文の形をとっているということである。ありがとうございます。